2023年12月22日、日本政府は2024年度令和6年度防衛予算案を閣議決定したことを発表したよ。それによると、2024年度防衛予算案は総額で7兆9496億円に上り過去最高金額となり、その中で日本が初めてイギリス・イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の機体の基本設計及びエンジンなどの開発費用に、640億円が計上されていることが明らかになっているみたい。さらに次期戦闘機に関わる関連費用としては、イギリス・イタリアと共同で設立される予定の共同開発機関への拠出金として42億円が計上され、これも概算要求から2億円の上積みとなっているほか、次期戦闘機と連携して運用される予定の無人航空機の研究などに関連する AI 技術研究費として48億円、次期戦闘機に搭載される予定で日本が独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾284億円が計上されるなどして、総額で914億円となって、8月末の概算要求からは4億円が積み増しされたらしいぜ。さて今回は次期戦闘機開発及び関連開発費について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。次期戦闘機の開発計画は2022年12月に、グローバル戦闘航空プログラム GCAP との呼称で進められていくことが、日本、イギリス、イタリアの3国政府から発表されていたが、2023年12月14日に3国の防衛省によって、この次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、規模 GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立させて、初代トップには日本人がつくことが決まっているよ。日本の次期戦闘機開発は、2035年に現在運用している純国産の F2 戦闘機の退役が開始されることを見越し、その後継機をアメリカ製の戦闘機の購入やライセンス生産ではなく、純国産で開発することから始まり、当初は F1 戦闘機から F2 戦闘機への受け継がれてきた純国産戦闘機の流れを受けての開発であったことから F3 戦闘機と呼称されていたが、その後2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱したんだ。IRE ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究開発においては当時の防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁が主体となって、三菱重工業によってステルス実験用航空機 X2 が試作され、2016年4月22日に初飛行し、2017年10月31日まで合計で32回の飛行試験を行ってステルス性や機動性の検証が進められ、エンジンもまた国産製造を念頭置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトが提唱され、IHI によって XF9 が開発されるなど、アビオニクス関連なども含めて全ての面で国内企業が主導する形で開発方針とされ、様々な関連技術の研究開発が進められていたな。2020年度令和2年度防衛予算において初めてアイアウリーファイターの開発予算が計上されたことに伴い、それまでの呼称が改められて次期戦闘機と呼ばれることになったよ。そして2020年10月に防衛省が、三菱重工業を開発主体として選定し正式に開発契約を結んだことが発表され、その他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画することが明らかにされ、国内企業の総力を結集して開発が進められることが決定されたんだ。次期戦闘機における共同設計の役割分担は三菱重工業が統括するものとして、XF9 エンジンの開発を実施してきた IHI がそのままエンジンを担当し、機体についてはスバルと川崎重工業が三菱重工業に協力することになり、三菱電機が電子線装備を制御するミッションシステム開発に携わり、東芝富士通日本電機 NEC がレーダーを含む電子機器を担当することが明らかにされたね。このプロジェクトは総勢200人を超える大所帯となり、開発拠点としては主に三菱重工業の小牧南工場愛知県豊山町が選ばれたぜ。
このように純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制は整ったものの、これまで戦闘機開発についてはアメリカの統制下に置かれ続けていて、F2 戦闘機も純国産としていながらも機体設計はロッキード・マーティン製の F16 ファイティング・ファルコンの焼き直しに過ぎず、エンジンもアメリカのゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産であるなどのほか、アビオニクスなどについては日本独自の技術が織り込まれているものの、核心部分はアメリカによってブラックボックス化されているな。これらのことから防衛省では、日本の国内企業だけによる次期戦闘機開発は困難であるとの判断に至り、海外で戦闘機開発に携わっている企業による技術協力が必要であるとして、これまでの経緯からアメリカのロッキード・マーティンとボーイングにイギリスの BAE システムズの3社に絞って技術提携を模索したってわけ。2020年12月に、防衛省はこれまでの関係が深いアメリカのロッキード・マーティンを提携先として選定する方向で調整していることを明らかにし、次期戦闘機のインテグレーション支援としてロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピューターシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したよ。しかし2022年5月頃から、次期戦闘機開発の技術開発支援企業をロッキード・マーティンからイギリスの BAE システム部に変更する可能性があることが指摘されるようになるな。その理由として、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍における次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍における次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないことからロッキード・マーティンの関心が薄いことが挙げられたらしい。またその一方で、BAE システムズはイタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでおり、日本の次期戦闘機開発と時期が重なることがあり、さらに防衛省の他の装備品の面でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることなども理由とされていたぜ。そして、2022年7月19日にイギリス政府が日本及びイタリアと、次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表し、それを受けて2022年8月14日に日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったことが日本政府関係者によって明らかにされたってわけだ。これらの経緯から日本政府としては、ここまでに次期戦闘機開発は日本主導で進めることを旗印として掲げてきたことから、防衛省内では GCAP を合同で管理する義務のトップは日本が抑える必要があるとの声が強く上がっていて、戦闘機開発において技術的に明らかに日本より優れているイギリスに義務の本部を設置することは妥当としながらも、組織のトップが日本人となったと見られているんだ。参加国の提携企業は、機体開発では日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズにイタリアのレオナルドの3社が共同で開発を進め、エンジン部分は日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心となり、イタリアのアビオも加わる予定とされているね。また電子システムは、日本の三菱電機とイギリスのレオナルド UK にイタリアからレオナルドとエレクトロニカの4社が担当するらしい。その他には、イギリスのロンドンに本社を置く欧州屈指のミサイルメーカーである MBDA も専用のミサイル開発で参画することになっているぜ。これら企業の中から三菱重工業 BAE システムズレオナルドの3社が共同企業体 JV も設立され、本部はイギリスで初代トップはイタリア人となるというよ。MBDA が参画していることで、防衛予算に組み込まれた次期中距離空対空誘導弾について、防衛省がイギリスと研究中の空対空ミサイルジェナームジョイントニューエアープウェアミサイル統合新型空対空ミサイルではないかとの見方が出ていたが、これは日本独自の国産ミサイルで現用の中射程空対空ミサイル救急式空対空誘導弾 AAM4 と、その改良型99式空対空誘導弾 BAAM4B の後継ミサイルであることが報じられているな。防衛省では2035年度までに次期戦闘機初号機の配備を目指し、少なくとも約90機の導入を想定している一方で、イギリスも現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として2035年までの配備を目指しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、
チャンネル登録してね。